イブは旧約聖書において人の妻として彼のあばら骨から神が創造した女性に人がつけた名。なお、キリスト教新共同約聖書並びに交互約聖書においてはエヴァと表記されている女性の名の一生である。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教で重要な人物とされている。彼女はヘビの誘惑に負け。 神の命令に逆らって、善悪を知る気の果実をアダムと共に食べてしまった。その結果、彼女たちはエデンの園を追放され、原罪を受けた。イブという名前は、呼吸をするという意味の茶葉や、生きるという意味の茶屋に由来する。彼女の名前は、エヴァとして、旧約聖書に二度、新約聖書に二度、カトリック教会と聖教会の旧約聖書属編に一度しか登場しない。 ヘブライ語では、死因で、ヘッドバブヘイと綴り、と表記する。なお、ヘブライ語の、には、農場の意味がある。歴史的に、後期青銅期時代に、エルサレムで信仰され、アマルな文書の中にも登場する、フルリ人の女神キーバに由来すると見られてきた。キーバの名前はさらに、騎手第三王朝を統治した、最初の王、クバウに由来するとも指摘されている。 また、アーシラとの紀元前一世紀頃の別名は、アラム語でチャーワットやホーウィというが、英語ではイブにあたる。イブは聖書で最初に研究される女性であり、彼女にイブと名付けたのはアダムである。イブはアダムと共にエデンのソノに住んでいたが、聖書では、その間アダムは神の下で働いていたと記述されている。しかし最終的には画材によって二人は楽園を追放された。 ティンダルの翻訳によると、イブというのはアダムが獣につけた名前で、彼の妻の名前はヘウアーと呼ばれた。エヴァ、エヴァ、あるいはイブ、イブという読みはギリシャ語に翻訳された、サイノウプシロンに由来する。イブは、成人ではないが、中世頃より伝統的に、ドイツ、オランダ、ハンガリー、スカンジナビア、エストニア等では、12月24日にアダムとイブの、 生命祝日が祝われている。ミケランジェロ・ブオナローキによるイブの創造を描いたシスティーナ礼拝堂天井外部はエデンの園でアダムの妻として作られた。神は人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。と決意した。創世紀2章21から22節では次のように述べられている。 ロレンツォ・マイターニによるイブの想像を描いたイタリアのオルビエートの大聖堂にある大遺跡のレリーフ、神はアダムを深く眠らせ、アダムは眠った。神は彼のあばら骨を一本取り、そこを肉で塞いだ。そして神はアダムから取ったあばら骨で女性を作り、彼女をアダムのもとに使わせた。イブは、飛びときでも言及されており、ここでは単にイブは、 アダムの手伝いとして与えられたと述べられている。1505年頃のモンブロンで出土した彫刻6世紀に東方からヨーロッパに伝わったイスラエルの書物、ベンシュラのアルファベットによるとイブではなくリリスがアダムと同時に同じゴミから作られアダムの最初の妻となったとされている。さらにリリスは陽動を要求し成功時にアダムの下になることを拒否したと記述されている。 アダムが彼女を自分の下にしようとすると、彼女はエデンから空に逃亡し、そこで悪魔と成功して妊娠し、1日に100人以上の子を産んだ。神は3人の天使を使わせ、天使は彼女がアダムの元に帰ることを拒否すれば子供を殺すと脅した。しかしリリスは拒否したため、神はアダムのあばら骨からイブを作り、アダムの御妻とした。 イブとヘビを描いた聖書の差し絵解剖学的に男女のあばら骨の数は同じ24本である。この事実は1524年にフラマン人の解剖学者アンドレアスベサリウスによって指摘され、創世記の記述と矛盾するために大きな議論を巻き起こした。この話のモチーフとして、女神、ニンフルサグがディルムの中に野菜や果物が茂るエディヌという美しい庭園を 作ったとするシュメール神話を起源としているという主張もある。ニンフルサグは夫のエンキに野生動物の制御と庭園の手入れを担当させたが、エンキは庭園と手伝いのアルリムについて知りたがった。アルリムは7つの植物を選んでエンキに差し出し、エンキはそれらを食べた。このことでニンフルサグが激怒し、彼女はエンキを病気にした。 エンキは肋骨に痛みを感じたが、シュメール語で、ティは、肋骨と、生命の両方を意味する。別の神がニンフルサグをなだめ、怒りは収まった。ニンフルサグは、エンキを治療するために、ニンチという女神を作った。ニンは、女という意味で、ニンチは、肋骨の女、または、生命の女という意味である。ニンフルサグは、すべての生物の母として知られ、 イブと同じ位置を占める。この話は、アダムのバラ骨からのイブの想像の話と重なっているが、肋骨と生命が同じ単語で表されるのはシュメール語のみである。アダムとイブとヘビを描いたノートルダム聖堂の入り口にあるレリーフヘビは女性に木の果実を食べても死なないことを告げた。あなたが食べると、あなたの目は開き、善悪を知って神のようになれる。それで、 女性は食べ、男性にも渡し、男性も食べた。すると二人の目は開き、彼らは自分が裸であることを知った。彼らは一軸の葉を塗って、株を折った。男性と女性は、神から隠れ、男性は果実を渡したことで女性を避難し、女性は蛇を避難した。神は蛇を呪い、お前の一生の毎日、腹で進め、ゴミを食べろ。と言った。 女性には子供を産むこととそれに伴う痛みの罰を与えて男性に服従させ、お前の望みはお前の夫のものだ。そして彼はお前を支配する。と言った。そして、アダムには人生を通した労働の罰を与え、顔に汗をかくことで地面に戻るまでパンを食べることができる。と言った。男は妻をイブと名付けた。なぜなら、彼女は全ての生物の母だからだ。 見よと、神は言った。男性は善悪を知る我々の一人のようになった。神は二人をエデンの園から追放し、彼が命の木にも手を伸ばして食べ、永遠の生命を得るといけないから。エデンの園の門は里シ天使と炎の剣によって閉ざされた。聖書によると、アダムと共に厳罰を受けたことで、イブは出産の苦労という罰を受け、夫の支配下に置かれることになった。 初期の反フェミニズムは女性に対する性教育は神の罰に反するものだと主張した。信者はすべての人類はイブの子孫だと信じていたが、イブ以降の人間は女性から生まれるのにイブのみが男性から生まれたことで彼女を特別視していた。アダムとイブはカインとアベルという二人の子供を作った。カインは農業、アベルは牧畜業を営んだ。 彼らが神に初めての捧げ物をしたとき、その関係に亀裂が入る。神はアベルの捧げ物のみにしか目を止めず嫉妬したカインはアベルを殺害する。イブは現在のすべての人類の祖先であるノアの祖先となる瀬戸を生んだ。古代においてさえ互いに矛盾する二つの記述があった。一つは創世紀一章二十七節の神は 自分の形に人を創造された。すなわち、神の形に創造し、男と女とに創造された。は、エデンの園の外での彼らの生活の記述だけから構成されている。一般的に、ユダヤ教におけるイブの罪は、子供を産む義務から外れた女性に何が起こるかの例として用いられる。ユダヤ教では、伝統的にイブは、 ヘブロンのマクペラのホラー穴に葬られたと信じられている。キリスト教では、イブは、しばしば性的誘惑の例として用いられるが、ユダヤ教では、この役割はリリスが担っているため、見られない特徴である。さらにイブを誘惑したヘビは、サタンと解釈されることが多いが、モーセ語書では、触れられていない。この主題を扱った書物は、ギリシア、ローマ、スラボニア、シリア、 アルメニア、アラビア等にある。それらは間違いなくユダヤ教にまで遡っているが、現在に伝わる形では全体がキリスト教家されている。最も古く、ほとんどの部分がユダヤ教に基づくのはプライマリーアダムリテラチアである。その他にアダムとイブとサタンの対立やシリア語の宝の洞窟がある。 ジャンクーザン・チチエヴァ・プリマ・パンドラ・ルーブル美術館1550年イブはアダムに生命の好みを食べるようそそのかしたため、初期の恐怖は彼女やそれに続く女性を最初の罪人とし、特にラザイはイブの罪によるものとした。彼女はまた悪魔の槍、不道徳の道、サソリの針、嘘の娘、地獄の監視員、平和の敵、最も危険な野獣等とも呼ばれた。 二世紀初頭に、テルトゥリアヌスは、女性の聴衆に対し、お前は、悪魔のもんだ。と言ったと言い、続けて、すべての女性は、キリストの死に対する責任があるからだと説明したと、いう。このように、イブは世界に悪魔を放ったギリシア神話のパンドラと、同等とみなされている。エレーヌ・ペーゲルスによると、アウグスティノスは、人間を現在につながる多罪に永遠に怯えるものと、 捉える、自身の独特の見方をイブの罪のせいにしたと伝えられる。キリスト教会画におけるイブは、その大部分がアダムを誘惑する女として描かれるが、ルネッサンス期にはさらに、エデンの園のの蛇も、イブと同じ女性の顔を持って描かれることがしばしば、あった。一人の男性に一人の女性が与えられるアダムと、イブの話では、一夫一夫性が示唆されているという主張もある。 ルター派の教会では、イブはアダムと共に12月19日を聖人歴史として祝われる。グノーシス主義では、イブはまた別の役割を与えられている。例えば、彼女はしばしば思考の女性的位相が実体化したバルベーローとみなされている。このように、彼女は知恵、神の言葉の創造者とされている。別の文献では、生命と同一視されていることもある。 アルコーンの本質等では、ピースティス・ソフィアは、イブの娘で、セトの妻のノーレアと、同一視されている。このようなグノーシス主義の信仰のため、女性は男性と平等と考えられ、預言者、教師、伝道者、信仰治療師、司祭、そしてさらに主教等について尊敬されている。クルアーンでは、イブの名前は出てこないが、アダムの配偶者として登場する。イスラム教では、 伝統的に彼女のことを同じ語源のと呼んでいる。アダムの配偶者についての言及は、スーラ二の30から39節、スーラ7の11から25節、スーラ15の26から42節、スーラ17の61から65節、スーラ18の50から51節、スーラ20の110から124節、スーラ38の71から85節に、 登場する。クルアーンやハディースに含まれるアダムとイブの物語は、聖書のものとは異なる。クルアーンでは、アダムとイブが等しく、罪を負う。クルアーンでは、イブがアダムを誘惑して食べさせたとは書かれておらず、彼より先に食べたとさえ書かれていない。アダムとイブが罪を犯し、神に許しを請うと、神は両者を許したと書かれているだけである。イスラム教では、 通常現在が存在するとは考えられていない。イスラム教では伝統的にイブはサウジアラビアのジッタにあるイブの墓に葬られていると信じられている。ありがとうございます。